おう、忘れ物ないな。合成させるつもりで預かったのに、逆にいろいろ助けられちまったな。元気でな。よせよ、女に言われるならともかく。ああ、ごめんな。双葉にも見送りさせようと思ってたんだが、朝から見当たらねえんだ。あの猫もさ、こっち来ることがあったら寄ってけよ。一杯ぐらいならおごってやる。ってことは、店畳んじまったらまずいじゃねえか。ん？何してんだ？早く行けって。はいよ。解散じゃなかったのか。いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの。げこんなところにまで。どうしよう。手伝うよ。マルキ先生、別行動ってこと？うん、どうする？行くわよ。行こうか。うん、お金はいらない。もし君が生きることにつまずいた時、大人になってからでもやり直せる。その見本になる。それが僕が君にしてあげられる仕返しかな。それじゃ。悪い、連中しつこくってよ。雑でごめんだけど、これで見送りかな。栄養はちゃんと取るんだぞ。また会えるよね。そっちが来ないならこっちから行くし。みんなそろそろ。そうだね。もう行くのかよ。しょうがないでしょ、ほら。じゃあな。危ない。ダメですよ、ちゃんと前を見てないと。ついてってやるって言ったろ。お？それでは。
あ、